はいどうも、久しぶりの日記動画を撮ります。というのがですね、やっと昨日与論島梅雨明けしました。与論島炭火焼肉サムのレシピサムです。やっと昨日与論島梅雨明けしました。いやー、もうずっとジメジメしてました。もうずっとずっとずっとジメジメしてて、もう1日何円かい T シャツ着替えんねんっていう感じだったんですけど、やっと梅雨明けしたので、まあ、結局これから暑い日が続くわけですけども、まあ、天気が良くなったので外での YouTube 撮影もやりやすくなるんじゃないかということで、日記動画久しぶりに撮っております。今日はですね、与論駅という、観光スポットがあるんですけど、与論駅からすぐ下にある砂浜ですね、こちら来ております。今日はですね、うちのお店の炭火焼肉サムのお弁当ですね、与論特産モリンガ冷麺というのをちょっと紹介したいと思います。この場所ですね、この場所のすぐ近くにホームセンターの西豚っていうお店があるんですけど、そこに毎週月水金日曜日お弁当を出させてもらっております。そこに、まあ、毎回じゃないんですけど日替わりでいろんなの出してるんですけど、夏は割と高確率でこの与論特産のモリンガ麺っていう麺ですね、この緑色の麺が入っているモリンガ麺の冷麺を作っておりますので、よかったらぜひぜひ食べていただけるとありがたいと思います。あ、ちなみに日記動画というのはですね、僕は編集がめちゃめちゃ時間かかってなかなか動画が上げられないので、編集を極力しないでもうほぼノー編集に近い形で動画をアップしようという、そういう言い訳をするための動画でございます。はい。なので今日は7月4日日曜日、はい、というわけで食べていきたいと思います。ちなみにこの冷麺ですね、ここスープが別で入っていて、このスープもですね、ぬるくならないようにもうお弁当作ってる段階では半分以上氷で入れてるんですよ。なのでこの氷、まあ皆さんがお弁当で食べる頃には氷がいい感じで溶けて、で冷たいままいけるようになってるんじゃないかと思っております。軽くですね、こう麺を軽くほぐしていただいて、そこにこのスープを、冷麺のスープをよいしょ入れまして、はい、こんな感じですね。でこれ卵とチャーシューとキムチ、はい、こんな感じですね。ネギも入っておりますよ。ちなみにですね、モリンガというのはあらゆる植物の中で一番栄養価が高いと言われている、まあ言ったら奇跡の木と言われているやつですね。いただきます。うん、冷たい。うんうん、これ10時ちょっと前に作って、今食べてるの12時前なんですけど、ちゃんと冷たいね。しっかり冷たいです。うん。で割といい感じにできてる。自画自賛、ありがとうございます。うんうん、ゆで卵、やっぱりね、梅雨が明けると晴れますね。当たり前のこと言って、やっぱね、与論島は海の色が、まあ、いろんな
天気にもよったり時間帯にもよったり、この太陽の角度にもよったりして海の色がいろいろ変わるんですけど、やっぱり晴れてる時の海の色は格別ですよね。もう与論島で育ってますけど、で長いこと住んでますけど、いつまで経っても与論の海は綺麗だなという気持ちはなくなりませんね。はい、というわけで今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。今日は与論島梅雨明けしたよっていうお知らせと、与論特産モリンガ冷麺の紹介でございました。ありがとうございます。それではまたいつか会いましょう。Let's meet again someday. ありがとうございました。